続いてですね、こちらのコーナーに参ります。兵庫スター食材図鑑です。今回一条さんたちどちらに行かれたんでしょうか。今回は神戸市西区に行ってきました。西区といえばたくさんね、井川さん、食材ありますもんね、うん、はい、そうですね。以前は梨やイチジクを収穫したんですけど、まさに、はい、今回はね、栄養満点な野菜を収穫しました、はい、ではお二人の息の合った VTR 振りお願いします。はい、シーランとダッペのスター食材図鑑 VTR どうぞ。神戸市西区にやってきました。初めて井川さんより大きくなった。大きくなったね、成長しましたね、うん、よかった。西区さ、何回か来たことありますけど、やっぱ広いよね。そう、西区はね、うん、2番目に広いんです。神戸市の区の中で人口はね、一番多いんですよ、西区が。うん、なるほど。はい、神戸市の中で最も人口が多い区である西区は、自然環境にも恵まれ、農業も盛んな町です。ブドウや梨、イチジクなどの果物も栽培されています。そんな西区で収穫するのは、竹内さんですか。はい、竹内です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日収穫させていただくのは、甘くて柔らかいサンスイートキャベツって言います、うん、なんかもう名前からしてスイートって入ってるから甘いんでしょうね。はい、甘いです。今回のスター食材は神戸市西区のサンスイートキャベツ。サンスイートという名前の通り、甘みをしっかり感じられるのが特徴です。お世話になるのはサンスイートキャベツ部会部会長の竹内さんです。腰に巻いてもらう。どうですか、これかっこいい。ちょっとすいません。厳しいな、ね、お腹を。あれなんだろうな、ギリ蹴りましたね。足の踏み場がないぐらい葉っぱが、ちゃんと、はい、よいしょ、ね、なんか思ったより大きい一個が、ね、これ何個ぐらいあるんですか。この田んぼでだいたい6000株ぐらい、はい、入ってると思います。すごい収穫だと、これだいぶ中身もこういくんや、はい、あ、力が、おーがすごい、綺麗に切れた。おすごい、へえ、綺麗、すっごい水分。じゃあちょっと井川さん、ちょっと、はい、なんかかっこいいな、これなんかちょっと合ってる？ちょっとなんかかっこいいねんけど、戦いに行くみたいになってる、ね、おー、いいね、かっこいいね。早速収穫してみますよ。あ、こうかな、はい、で、押さえてもらって、はい、はい、行きます、はい、せーの、ぐできる気がせえへん、私うわ、硬そう、だってもう、え？結構難しいっすね。硬いですか、うん、いや、そんなことないですよ、柔らかくスッといけるんですけど。あれ、ほら、いろいろ学んだやん。あ、行きました。あ、なんか、はい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 、綺麗綺麗です ね、形が、はい、重量感すごいある。何キロぐらい。ね、こうだから2キロ、うん、2? 2? ちょっと待ってあ、でも、あ、ありますあります、多分2キロ近くあります、はい、結構重たいわそれ。私の力でいける。いけます、いけるいける。ここやね、はい、ここやとは思うね。ここか、はい、その辺です、その辺です。ここか、はい、きた。あー、これは硬いわ。キュッと押してもらって、はい、押す。いや、いける。押す、はい、ちょっと待って。あー、取れた。プロの切り方、プロ見とこう。いきますね。やっぱ、何の違い？全然違う。早っ。何の違いや。サンスイートキャベツってつぐらいから？西区でだいたい30年。あ、西区で30年前ぐらいから育てられて、はい、この岩岡町っていう地域で約30年間。うん、ちなみに竹内さんは何年ぐらいされてるんですか、栽培？僕で約20年ぐらい。あ、すごい大ベテランさんですね。神戸市西区のサンスイートキャベツは現在6人がおよそ200ワールの畑で栽培。今年は100トンを超える出荷が見込まれています。サンスイート
という葉が柔らかい品種であることや、農薬の使用を控えているということで、虫や霜による被害も受けやすいそうですが、日々の栽培管理を徹底し、品質が保たれています。栽培のこだわりっていうのはあるんですか？有機質の肥料をたくさん使って、化学肥料を極力減らして、はい、甘みの出るような作り方をしてます。はい、井川さん、収穫したてをいただきます。うん、おいしい。甘みが詰まってる感じ。すげえ甘い。死に行くにつれての方が甘い、うん、なるほどね、そうですね、この辺が、はい、おいしい、うん、ワイルドだな。やっぱりずっしり、見て。今回は神戸市西区で三スイートキャベツを収穫。すごいスムーズにできた。そうそうそう。これは竹内さんに最後の仕上げやってもらおうかな。これで、あで、はい、素晴らしい、すごい。これなかなか綺麗に8個揃えるところも難しいわ。そうなんです。難しいです。ぐるーっとキャベツの田んぼを回りながら、はい、L 玉やったら L 玉を探す旅に出る。あー、なるほど。大変だ。詰まってる感じが、ギュッと中に何枚も何枚も、ね、うん、断面見てみたいので、はい、切ってみていいですか？はい、どうぞ切ってください。お、これね、ずっしりするからさ。お、すごいすごいすごい。おー、よいしょ、おー、よいしょ。これすごい。あ、でもやっぱりずっしり、見て、詰まってる。ゆうぎゅう、もう何、空洞が一個もないって感じですね。そうですね、びっしりと詰まって、びっしりだ。千切りとかにしてもらって、生で、生食で食べてもらう。ちょっと千切りにもしてみます。ね、うん、してみましょう。さん、なんか秘密兵器持ってる。あ、出しちゃいます。もう、もう出したらどうよ。いや、これ今こそこれがあったらね、もう早いんですよ。ほんなちょっとこれ、はい、ちょっとやってみ、はい、こう行くしかないでしょ、そしたら。こうじゃないからこうでしょ、うん、そう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 。違う、なんかちょっとなんか飛び散んねんけど飛び散ってる。竹内さんと交代します。はい、難しいな。はい、では、いい感じだ。さすがです。はい、いい、さすがです。ほんまでいけそうですね。あ、いい感じ。あ、いい感じ。あ、できた。やっぱすごいみずみずしい ね、 ね、でもほんまふわふわよ、ね、ふわふわ。ごっついやばい。ん、やばい、びっくりした。めっちゃ甘い。甘いなんだ。寒さとか、肥料のとか、この品種の特性もよるんですけど、なんか果物っぽい甘い。もうね、うん、本当に果物ぐらい甘いです、うん、ビタミンやミネラルのほか、食物繊維なども多く、栄養価が高いことも魅力の一つです。これどういう料理に使ったら美味しいんですかね？コロッケにしてもらうんです。コロッケにキャベツ、じゃがいもの代わりみたいな感じで、あ、千切りにして、ちょっと蒸し焼きみたいにして。あ、美味しそう。竹内さんがおすすめするコロッケの作り方は、粗みじん切りしたキャベツとみじん切りした玉ねぎ、ベーコンをバターと塩コショウで炒め、蒸しにします。粗熱を取ったら、パン粉を適量入れ、コロッケの形にできるくらい柔らかくしていきます。あとは通常のコロッケと同様に、小麦粉、溶き卵、パン粉をつけて揚げれば、スイートキャベツのコロッケの完成です。サクッとジューシー、キャベツの旨味や甘さがギュッと詰まった一品です。
料理に ね使ったらもう甘み増してめちゃくちゃ美味しくなる。誰やね、お好み焼きとかも。あ、お好み焼きも美味しいです。美味しいですよね、はい。柔らかくて甘い感じになって美味しいと思います。このキャベツの保存方法ってどうするんですかね。はい、新聞紙にくるんでもらって野菜室に入れていただければ。なんで新聞紙に巻くのがいいんですか。水分とかが飛ばないように。あ、そう。はい。この向きでこう。はい。植わってた通りの向きですね。もじゃこのままで、はい。この山水とキャベツを30年育てていらっしゃるって聞いたんですけど、はい、先ほどやりがいってどういうところで感じられますか。やっぱり、皆さんに食べていただいて美味しかったよ、うん、言っていただけると、うん、はい、こちらも作りがいがあって、うん、とても嬉しく思います。うん、今後の目標ってありますか。皆さんで一緒にたくさん作っていけるように頑張っていきたいと思います。うん、ということで神戸市西区の山水イートキャベツをスター食材に登録。いや、本当に甘くて、ね、美味しかったんですけど、あとはやっぱり私が思ってるキャベツより全然やっぱ重くて、はあ、重量感、そう、断面切って分かったように、はあ、ぎゅうぎゅうに詰まってたので、きっちりでしたもんね。だから段ボールに詰めるときにもうぎゅうぎゅうに、ね、詰まってるから全然入らなくて、はあ、結構箱詰めも大変な作業だなと。扱いの気使いますね。はい、思いました。はい、そうなんですよ。ですか。葉っぱのままでも甘いんですけど、うん、千切りした方がより一層甘くて、うん、もう本当果物のように甘かったですね。甘みが増すんですね。はい、ね、グルメ好きの明田さんはなんかこうキャベツ使っていや、キャベツがそんなに甘いのかと想像がつかないので、うん、まずは井川さんのように丸かじりしたいですが、ロールキャベツとかにしても美味しいですね。それは美味しいかも。相性絶対もうね、うん、向いてますよね。うん、本当に皆さんもぜひね、この山水イートキャベツ味わってみてください。そして次回はスター食材何を紹介するんでしょうか。でした。次回ですか。次回はかんぴょうですよね。かんぴょうってどうやって作られるか知ってらっしゃいます。家庭知らないですね。そうでしょう、はい、私たちも知らなかったんですけど、それを勉強しに行きましたのでぜひ楽しみに、はい、楽しみにしておきます。ここまでスター食材図鑑をお届けしました。